哲学ってな何ですかってすごいそこからいきますかそこから言っちゃうと何くらいちゃう最終的なあの疑問の根本だって私はあの金子雅留先生が勉強いろいろしたいって言ったらでも最終的には全部哲学に結びつくんだっていう話をずっと飲みに行った時してた飲みに行った時ですねあの鉄を 折ろうと鉄の棒を折ろうとすると何度までだいたいこのぐらい曲がって,ってきちんと数字でグラフを書けるけどポキって割れる瞬間は哲学じゃないとあの表せないから何でも物事っていうのは最終的に哲学に結びつくからそこまで勉強できればいいねっていうふうに言われた。そうな 違うみたいて哲学について僕は研究しないのでちょっと分かんないんですけれども鉄でも物事の説明っていうところで大体その民衆がねこういうことがあったらこういうふうになっていくとかっていうのは大体で言えるけどその変わる瞬間っていうの絶対それはその時なわけじゃないそれを表すのは学問で言ったら哲学ってことが言いたかったんじゃないのいいやかんなけど その俺たの,あの民衆はさこうなんかこうなんかものすごい哲学者の人たちによるとなんかこう大衆みたいなのはさなんかちょっとなんか勉強不足というかさなんかちょっとほっと,こほっとかれる感が俺なんかあるんだけどお前どうせ分かっちゃいねえだろみたいな。 んていうのそれで文句言うなみたいなとこ何言ってんのみんな大学の先生がうちら分かれっていうの私たちのが大多数なんだからさだから大多数のことをだから一つよく聞かれるんですけど哲学って考えるために必要なんですよねとかよく言われるんですけどそんなことなくて別に例えば企業の優秀な経営者の人は哲学とかなんか勉強しなくてもものすごく考えてますよね。 子供だって、いろんなこと考えてますよね。ねうん、大竹さんも室井さんも考えてますよね。うん、だから、別に考えるために哲学が必要なんじゃなくて。うん、哲学はある、特別な、あの、ある特殊なやり方で考えてるってだけなんですよ。うん、で、これはこれで、いろいろ有益なとこもあるんで。うん、あの、役に立つ時もあるでしょう。うん、で、僕はそれを、まあ、勉強してるってだけですよね。うん、何特殊って、どう特殊。うん、あのですね、えー、概念っていうものを。うん 根本に据えて考えるんですね。もう難しい概念だからさ、こうま概念のわかんないよ。簡単にこうだ。あのだからあれなんじゃない？そういうのもそれはなんか哲学みたいなのはちょっとちょっと前まではね、学者さんのパスビみたいなね、本当に俺たち思ったんだけど、その概念まで持ち出してこないと世の中の今のこのなんていうのなんつんですか、これ立憲主義ってなんつうの？なんか民主主義とかね。こういうものがなんか説明できなくなっちゃった。じゃあトンチみたいなもん？ 存在 <laughs> っていうかあのか哲学って別に漠然と存在しているわけじゃなくていろいろ時代時代にいろんな問題があるわけですよね。うんうん、例えば哲学が生まれたのは古代ギリシャですけど、うんうん、その時はその当てない。うんうんうん っていう都市でまあまあいろいろめちゃくちゃなことが起こっていてそれにいろいろ対応しようとして何かあうあのいろんなことあま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 でまあまあのあまあまあの初めぐらいで、あま世紀ってまあまあ時代の始まっまぐらいの時代ですけど、その頃の哲学者を中心的に勉強してんですけど、その頃ってヨーロッパってあのあ教戦争が起こっても 世の中無ななっっちゃった時なんですよねそうするとどういうふうにあのこれから世の中を作っていくか国を作っていくかって時に哲学は例えば概念って出したんですけど例えば例を挙げると「国民主権」っていう言葉もちろん多分多,分多くの方が聞いたことあると思うんですけどその,主権,その、ね、主権っていうものを設定してあの国をあの 統治していこうって考え方はその時初めて出てきたんですよ。そうすると、なんか今まで宗教の争いだったのが、うん、主権っていうものを、うん、設定することによって。だどの宗教が優位みたいなことはなくなってくるわけです。まあ、そうですね。で、うん、あとはそれ以前って、あのー。 封建的主従関係ですから、例えば、あの、うん、だから、こう契約してやってたわけですね。僕はあなたについてきますから、あなたは僕に便宜図ってくださいっていう、そういう関係が社会を作ったわけですけど、そうじゃなくて。一つ主権を持っている、まあ、その当時は王様だったわけですけど、その人が全部決めてきますっていう社会に変えよう。で、その時にやっぱり主権って概念は哲学が作った。んですよね。そんなこと、をいろんなことやってきた。なんだ国民主権も哲学なんだ。まあ、主権って言葉遡っていったら、その頃。 ずっと昔からあるわけじゃないんですよねそれで、うん、その哲学までを今持ち出さなければ、うん、やっていけない世の中みたいなことは、うん、なってきてきるわけですよね、うん、まあそうですねこれ僕、うん、最近出した「統治心論」って本の後書きで書いたんですけど、うん、僕がなんか哲学を勉強し始めたなんか90年代の中頃って、うん、そんなことやっててなんか意味あんのみたいなことよく 言われたしで僕の感覚としてもこんなことやって意味あるのかなみたいな気持ちすごくあったんですよねでもなんか最近そうじゃなくなってる感じがしてなんか哲学まで使わないとうまく答えられないみたいな問題がなんか世の中に出てきてるような感じがしてなんか この僕「統治論」って本はあの大竹浩二さんって方とお話して書いた本なんですけどなんか読み直してみてあこの本すごく有益だなとか自分でちょっとなんか変な話なんですけど、はい、哲学の話をしないと確かにこの問題とかわからないなみたいな、うん、そういうことをすすごく感じるよようになったんですよね、えー、例えば、うん、その、うん、主権ですけども、うん、こう今の日本っていうのはどういうふうになってるんですか、うん、三権分立で、うん、こう立法と行政と、うんうん、あとなんだ。 司法3つあってそれでこの国は民主的に行われてると追放されてると私たちは思ってるわけですよねでも実際はそうでもないんじゃないかと全然そうじゃないですよね多分いろんなこともちろんたくさんのこと言えるんですけど僕が今の質問ですと2つ考えるのは1つは行政っていうものがすごい力を持っているってことですね例えば沖縄にね。 で基地は作らないでくださいっていう意思が選挙で示されても、はいはい、政府というか行政ですよね、それが、まあ、いや作ります政府が作りますって言ったらそれが作られてしまうそれに対してこうなすすべがないから、うん、もうそれこそ武力衝突のようなものが起こるとかっていうことですよね。 県で、県知事が10万票の差で選ばれた県知事が反対してるんだけど、ここの知事の下には行政もいるわけでしょ、だからそうですよねもちろんそうですよ、でもそれはだから県レベルでのこと県レベルの行政だけど、それと国レベルの行政と、もちろん知事も含めてですけどね、そこが争っちゃったときに、民主主義ってどうするんですから民主主義 っていうの一体何だったんですかっていうことを根本から考えないとうまく反論できないような状況になっちゃってるわけですねおかよね。だって私たちから声が上がってっていうのじゃなければ権力を縛るものなんだからもともとさ法律って。 やっぱおかしいんだよんあれでもおかしいよだって18歳のから選挙権とか言ってるけど俺の友達で18歳の時には選挙権欲しいって話誰も聞いてないから。 いつの間にか出てきましたよね高校生が俺たちも選挙権くれっていうのが起こってそうなんなら分かるけどしかも矢継ぎ早に出てきますよね今ってね。うん、バン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 新しい話題が出てきて、ね、34か月でどんどん決まっていっちゃうっていうのが続いていて、うん、ほとんどこう太刀打ちできない感じですよね今の多分政権ってすごくそこら辺の話題の回し方がすごくうまくて、うんうん、なかなか対応できないんですよね。うんうん うん、その沖縄の問題とか、まあ、福島の問題とか、解決できないまんま、この国は進んでいるわけじゃないですかまあそうですよね、でうん、実際、民主主義って言葉自体も、まずそれが何なのかもよく分かんなくなってきちゃったし、うん、それでいいのかもよく分かんなくなってきちゃったし、うん、そもそもなんで民主主義にしてたのかなっていうことも、うんうん、なんかそんな根本的なところまで今、考えなきゃいけなくない、ね、主主うだけど資本主義もね <laughs> 資本主義も、なんかこう1、1%の金持ちと99、99%のね、それ以外の人たちを産むっていうシステムは、資本主義をこう追求していったら、どん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 最終的にはね、なんか財閥対市民みたいな、その多さ、比例でいったら1対99みたいなことになっていっちゃいますよね、そこも分かんない <laughs> だからこの150年ぐらいかな、150年ぐらいの間に。 こう世界中でいろんな社会でいろんな国の中で例えば資本主義そのままやっていったら格差が拡大するから労働者の権利を守るための法律を作りましょうとかあるいは民主主義だってあの民主主義的な手続きを踏んでいろんなことを決めるっていうふうにしないとまあ行政が暴走してしまうから手続きを大切にしましょうといっていろんな常識を作ってきたわけですよね。それが今ものすごいスピードで破壊されてってるっていう感じなんですね。あのー 各組織の労働組合がどんどん弱体化していって、それは唯一の対抗手段だったんだけど、そこがもう、なんかこう、それだけ、その労働者ってくくりがあの派遣だとか、パートだとか、いろんなことになっちゃって、ここがもう崩,さ崩れてるそうなると、国が強くなってるしね。 うん、それはなんか私のイメージする民主主義とか資本主義とはちょっと違うような気がする、うん、いやもちろんですよね、うん、なんか国は強いんだけど、うんうん、国民はなんかどんどん弱く、貧しくなって国務さんのおっしゃってることは、うん、その行政権が、はい、例えばその小平の問題で、この前お越しいただいたんだけど、はい、小平が、ってところが、あの町に道路を作りましょうと。 ね、道路、すごいの作りますと、でも国分さんたちは、いいじゃないか、この横に一本、道まだあるし、うん、ここは森で、みんなの憩いの場所だっていう意見で、市民から票を集めたんだけど、その票が30%だっけ、なんかこう、達せないで、しかもそれに、50%,、ね50、しかもそれに、それができたからって、うん、その権利が行使できるわけじゃないっていうのが、小平氏の話ですよね。そううなっっててくると行政っていうのは こうかなり力持決めるのは立法であっても、うん、実際にじ僕たちの目の前とか周りにするのは、沖縄でもそうだけど、うん、行政の人じゃないですか、行政の人がこのバリケードから入るなみたいなことをこうやってて、その労働組合の人が、このバリケードの、うん、これに私たち行政で行使するのは、参加するのはちょっと勘弁してくださいみたいな話になってるわけでしょ。行行政っってててかなりすごい力を持選てて、うん、選挙挙けば僕たちは選挙で その人たちとオーバーに言えば4年に1回だけど投票権があるわけど行政の人たちに関しては僕たちはがなないとそうんですよねだからにもかかわらずなんで民主主義の社会だって建前になってるかというと要するに議会で決定していることを行政は執行しているにすぎないという建前があるんですよね。けど実際には 議会で決めててることってまあ国政で言えば法律だからで法律はあの物事に適用するにあたっていろんな判断が必要になるわけですよ。例えば住民の意見を尊重しなきゃいけないいっていう文言があった時にどういう意味でその尊重っていうのを理解するか例えば彼らの意見を聞いてからプランを立てるのかそれともプランを立てて彼らに説明しさえすればいいのかそういうところで全部行政の側にこうばいが任されてるわけですよね。だからそういうういい意味で法律をを解釈するっていうことが非常に大きな力を 持つってことが、まあ、あ<ー>まあ、最近出た統治診論ってところに書いてることなんですよね行政がいろんなことを執行するのは、とっても要するにその場その場にそぐわない、うん、借地定規なことを行政がやっちゃうから、うん、その解釈の仕方をちゃんとしとかないと、うん、そ,このそこここで行政とのトラブルが、うん、沖縄、福島、は古代だと、うん、いろんなところで起きてて、うん、でそれには選挙をする、い,いっても、だから。 そこは執行する舞台だから、文句言えないと。うあ、んうん、そうなんですよね。だから。同じこと、うん、沖縄も同じことだね。うん,う,んうん。うん そうなんですよねだから、うん、まああの警察とかも一緒だと思いますよ、うん、だから要するに刑法にいろいろ犯罪のこと書いてあっても、うんうん、ここら辺まで許されるこれ以上許されないっていうのも非常に現場の微妙な力加減で決まるわけじゃないで,かでだか県殺人すると見つかりづらいもんねこれはちょっと違う,違うもん殺人したことあるのか県境でだけど県 <laughs> 県境でするとこっちはだけど向こうの管轄だから、うん、捜査がここら辺までしとこうとかなってすごい発見されづらい まあそうなかね。橋の上でな高速道路これどっちが取り締まるんだみたいな話も聞いたことあるけどいや例えばわいせつの定義とかって曖昧じゃないですかそれはだから警察の方がここまで取り締まるよって言ってきたらできちゃうしでも普段あんまりやるとみんなが怒り出すから。 微妙な力加減で決まってるわけですかそういうことたくさんあるわけですよだから法律を決めたからってできるもんじゃないよねそれ執行するの全く別だいうちわとうちわと似たようなものだよねうちわ問題もねうちわじゃないって言い張ったわけだからねあれうちわのようなものみたいなそこを厳密にするためには どうしたらいいんですかだから結局大切なのは法律を作るっていう場面も大切なんですけど、うん、法律をどう運用していくかってことも非常に大切だから、うん、そこにどれだけ僕らがこう民主主義的な手続きを使ってあの、うん、監視の目を光らすことができるかってことだと思うんですよね、うんうん、でもただそれがとても難しいわけですよ意外とさだからさうちらって一言で言っちゃうけどさ、うん、国民とか大衆はさ意外と大きいさ、うん、本当はだってあのー。 国民主権なんだから、うん、うちらが主役なわけだからさ、うん、人数を集めて大きいうねりになればいいけど、うんうん、今誰もあんまり興味ないでしょだからねあの僕それに関して思うのは、うん、誰もがどんな問題にでも関心なんか持たないと思うんですよ。うん、だけどこここの問題ははあなたにうういうことを こういうい点で関わる例えばあなたいきなり再来年ぐらいにここどかなきゃいけないかもしれないよとか言われたらやっぱり関心持つわけですよねだからあのどういうふうに今起こっている問題と自分が関係しているのかってことを、まあ、こう伝えていくってことが大切で、まあ、僕の仕事なんかもそれだと思ってるんですけどもこういう大竹さん室井さんの番組なんかもそううだと思うんですけどね決まっていった時に必ずマイノリティが生まれるわけでしょ。 それは沖縄だったり福島だったりするわけだけどさっき国産さんがおっしゃったようにマイノリティは声は小さいわけだよね多数決で負けちゃうんだからその声をでもこう汲み取らなくちゃいけないわけだよねその法なりがその汲み取るシステムが意外とない。あの 例えば渋谷区ではねあの男性と女性のパートナーは、うん、あの条例みたいなことみんなみんな,みんな渋谷区行こうみたいな話になっちゃうけど、えーえー、なんかそのその条例っていうのは、うん、なんかこうゆるさみたいなことに解釈していいんですかね、うん、そのなんかゆる、うん、さっていうかそその、うん、その法律と間に立った、うん、なんかこう。 まあ犯しても罰則はないよみたいなあのの違うんですかそ,そ<の>同性婚とかについて直接は答えできないんですけど、うんうん、あの思うのはそのマイノリティを守るの権利をいろいろ守るあるいは子どもの、えー、教育の権利とか、はい、あるいはシングルマザーの人が保,、はい、保育園に子供預ける権利とかですねそういうのを守るっていうのは僕ね、うん、やっぱナショナルレベルとか国 国で一定のレベルっていうのを必ずやっぱり維持しないといけないと思うんですよ。日本って地方文献って言葉がなんかちょっと悪く解釈使か利用されていて、はい、あの地方にぶん投げるっていうかね、うん、で国でナショナルミニマムって言って、うん、ここだけはどこに住んでいてもね、うん、あの国民みんな同じ権利を受けられますっていうのはなね、うんうん、そういうのを必ず設定するっていうのが多分国の大きな役割だと思うんですね。うん、だから国家が どういう基準を立ててその弱い立場にいる人を守るかってことはあの国政レベルで考えなきゃいけない、ね、そうだよね、うん、いろんな地方に行くと、うん、その地方によってサービスが違うそうおかしいんですよそのサービスが変わっちゃうわけだよね、うんうん、そうするとなんかねあの、うん、う目黒区に移転しようみたいな話になっちゃうでしょ私の質問していい、はい、先生私ここのとこ最近ずっと考えてることなんだけどさ。ね 個人の正義、国の正義、世界の正義って違いは何だと思う。個人の正義っていうのはある。あるかな個人で考える正義と国の正義と世界の正義っていうのが違いがなん。あるとしたらど、どこだと思う。うわあ、そう。す、そこ。問題ですそれ、すみません。どう、うん、どうしてその問題に考えるように。言ったんですか。いやあの。うん。 私たちが考えるこれが正しいんじゃないかっていうことが国から考えるとそれは違ってたりするしじゃあ世界から見たらそうに考えた時になんかそういうことが分かりたいって思ったのだからそれがあの。 本当にパーただし、今言われていることはこうであるっていう例えば、簡単に言うと原発の問題なんかで例えられる、それは原発の問題で私はその地区に住んでいると、私は正規で言えば反対だと、でその地区もそうしていると、でもそれが国政レベルに上がったときに、それはイエスからノーに変わるわけじゃない、そういった時の話というふうに例えていいのかりました 自分から出発して考えるってことが大切だみたいなことをよく言われることはあるす僕はそれ一方で正しいと思うんですけれども自分から出発すると自分からしか見えないんですよねやっぱりある程度大きいところにポンと取ってね物事を考えるってことが大切じゃないかなと思っていてその大きさっていうのは結局ね人によると思いますそれはだからものすごい勉強したらものすごい広い枠で見れるかもしれないけれどもでもやっぱり5メートルぐらいでもいい1キロぐらいでもいい。 30キロぐらい行ったら相当いいなってぐらいな感じでちょっと広く取ってね考えてみるってすごく大切だと思うんですで僕のね研究してる哲学者のジル・ドゥルーズって人が日本人の住所の書き方は素晴らしいって言ってるんですよバカみたいな話なんですけど、うん、それ何かっていうとヨーロッパって通りの番号通り町の名前国って,って広自分から広がっていくじゃないですかでも日本って最初に日本国東京都例えば古代つまり、はい、最初に大きく枠を取るじゃないですか、うん、あれは日本人がやっぱ最初に大きく枠を取って見てることだ っていうまあちょっと半分ふざけたこと言ってるんですけど僕はだからそういう少し大きく枠を取ってものを見るって大切だなと思うんですよね。そっちの方が楽だからじゃんね。どこどこの県に全部も外国に行ったらなんかあのアメリカなんか行ったら自分のストリートから書き始めるわけだろう。だって住所書くときだね。あの国分さんさあのこれやっぱり立法権と行政権ってあって俺たちの身の回りにあるのは行政権だから行政権に対してなんかこう。 力を救うことをあの市民たちが持ってないとこう、立法権だけのことを言っててもだめだっていう,うようなことに解釈すればいい、うん、選挙行くのは大切だけど、選挙だけじゃだめです。いろんなところ見ていかないといけないそれと、市民投票とか、とかね、住民投票とか。